はい、どうもタクタクです。夢探偵くまのぶっくんやっていきたいと思います。さあ今日はどうすればいいんですかね。まずはこの人入る、あ、ビックリドッグに入る。こっちはなんか大方終わったような気もするんだけど、あ、違うかな。裏側ここは入ったんだっけ。深さハウスなんだね君は。ここ選ばれし者しか入れないテントだ。あら、私もいるけどダメかしら。カタバチョーン、首だけになってもキュートない。今日はアラカちゃん、アラカ君はいないのかな。別行動よ。そっか、珍しいね。お風呂すら一緒なのに。うらやま、うん、いいよ、どうぞ。うらやま、中に入って、どうぞどうぞ、中に入って。うらやまじゃない。あ、私の技術見せてあげよう、見せてあげようか、と思ったけどダメね。私の胴体と右足、あと、それから赤い靴が必要だわ。赤い靴、右足がないね、じゃあね。胴体と。胴体と右足がないね。財布が胴体に見えてたっていう、やばい。最近の目がおかしいね、マジで。んどうするのこれ。色チン。上に行けばいいってこと。行けないじゃん。保険は大丈夫。あ、大丈夫。トラバサミが引っかかったらやばいんだ。英語、トゲ山は、お、え、お、あ、ノーダメージだ。何これ。ノーダメージ。パフォーマーは銃を持つことが許されないか。そう、私たちは誰も殺しちゃいけないの。あの針の床もトラバスにも全て絵よ。あ、絵だったのね。それにしても悪趣味だね、君たちの趣味。そうだと、言ったらなんて冗談。こういうの、こういうのの方がウケるのよ。ほう、熊野部君が見たらなんて言うかな。うん、あ、私の胴体。あと、よかった。衣装が破れてたらどうしようかと思ったわ。よかったね、無事で。胴体が手に入ったけどどうする。頭とくっつけるの。うんうん、しばらく頭だけのままでいいわ。それに君、私の体を持って運べないでしょ。うん、まあ素直だから胴体しばらく私の技術で安全な場所へ、送っておくね。送っておくよね。それすごい、肩は胴体が見つかりました。あれ、右足はあるのかな。もう一回調べてみる。胴体と右足、それから回復スロッターはね、あ、あったんだ右足。じゃあ見せてあげる。うん、左足は、お、左足でしょ。はーい、無事に両足が元に戻りました。すごい、うん、すごいね。でそれで残りの両手も元に戻せないの。うん、なんかダメみたいね。それよりもせっかく足が2つ、入ったんだもの。ザン君をいじめる意地悪ピエロをとっちめてきてあげるわ。ザン君を、意地悪ピエロ。さて、邪魔なピエロをやっつけたし次に行きましょう。そうだね、肩幅の左足を手に入れた。いいのかな。まんまるピエロ、僕もああいう風に体を生やしたいな。八頭身になるもん。一頭身だもんね。カタバちゃんの技術はすごいんだもん。二人は幼いながらもゴミ捨て、あ、出た、またこの語り。ゴミ捨て場のものを使ったり街でお手伝いをしながらお金を稼ぎ、なんとか生きていきました。だけどそんな二人を見ては罵声や暴力を浴びせてくる悪い人たちもたくさんいました。でも二人は平気です。二人が一緒にいればそれだけで幸せでした。それに弱肉強食の世界だってことは十分承知だったので彼らも負けておりません。そんな悪い奴には財布を抜き取ったり足の、ん、お、剣なんだ、お、蹴り上げてやるのでした。剣じゃない、なんだ、どこを蹴り上げたんだろう、足の。漢字読めなくてつらい。うー、子供ちゃんいるね。あとは腕2本だけね。もし邪魔してくる悪い奴がいたら私に言って。私これでも結構強いんだから。そうなの、武闘派ですね。なんか意地悪してくるやついるかな、このエリアで。ここってなんだっけ、開かない。なぜテントに扉があるんだ。打ち壊せばいいね、ここ。映画は始まらないですか。なんか映写機か、映画でも始まるのかな。誰がやってんだろう。
ピエロも関係ない。あ、いいですね。一回戻ろうか。じゃあ戻って、あみんなどこに行ったの。この子は困ってんだよな。大体のゲームも遊び尽くしたし、あとはあの邪魔なピエロいるところと、手の生えたまん丸ピエロがいるところだけだね。どうすれば彼らは入り口を開けてくれるだろうか。この子ね、手の生えてる。みんなどこ行ったの。そうだけど、こいつか邪魔な。あ、行けるようになってる。ふくらはぎを蹴られたあのメギツネめ。だからメギツネなんて言うなって言ったのに。なんでいつの間に行けるの。あ、行けるのっていう。あ、お父さん。君のお父さんなの。全然似てないな。偉大な技術者だったよ。彼に拾われていなかったら僕たちは今頃ろくでもない生き方をしていただろうね。いいお父さんだったんだね。うん、とてもね。こっちはじゃあ死の世界ってこと。だってもう生きてないことになってる。で、この人のヒントもわかんない。右、左、あとはこうだね。じゃあちょっと行ってみましょう。これ多分このルートだと思うんですよね。右、左、右、そして最後左。あ、着いた。ここが最終地点みたいだね。さてさて、一体何があるのか。あら、うん、なんだろうこれ。箱、陶器の箱みたいだね。しかしこれ蓋が開かないみたいだ。鍵穴のようなものもないし。それじゃあどうすればいいの。どうやら割って開けるしかなさそうだ。どうすれば割れるだろうか。よし、わかった。投げて割ればいいんだよ。よし、熊のピッチングさばきを見よう。あー痛い。見事にバウンドして戻ってきたね。大丈夫かい熊のぶくん。熊は男の子だから泣かないのだ。痛くない。それでこそ熊のぶくん、天下一の熊だな。君はちょっと顔がへこんじゃってるけど、それにしてもどうやったら中身を取り出せるんだろう。高いところは落としてみるとか。とりあえず持って行ってみようと。もしかしたらホロ君の方で役に立つかもしれないし。陶器できた硬い箱を手に入れた。ほう。パフォーマーは銃を持つことを許されていないが、魔法を持つことは許されている。魔法で人々を笑顔にする。それがパフォーマーの役目だ。お父さんが常に言っていたんだ。お父さん。優しいお父さん。さあ、ここに置けばいいんだよ、多分。置けないのかな。置く場所ない。陶器できた方に。ダメ。これ何なんだろうね、このハウスは。あ、できた。そういえば、ホロ君がオレンジと緑の屋根の逆さまになっている家があると言ったな。もしかしたらこの家がホロ君側の方で逆さまになっているのかも。アラカは高いところを落としたら陶器の箱を割ることができるかもって言ってたからな。もしかしたらこのテーブルの上に置いておけば向こうでひっくり返って割れているかもしれないね。よし、熊野君、これでよしと。何にもなっていなかったらしれっと回収すればいいだけだしね。よしよし、予想通り。で、一回戻るとどうだろう。入れはしないんだよね。で、もう一回戻ると多分次割れてんじゃないかな。そんなうまくいく？そんなうまくいくかい？割れてない。どうやって取り出すかだよね、問題はね。こうやってこっちで割れてるんでしょ、多分。話しかけてみる。逆さだもん。あ、入れた。すげえ。これが熊野くんの言ってた陶器の箱か。見事に割れて中身が出ているね。なかなかに咲いているじゃないか、熊野くん。早く君と合流できたらいいな。ピンクの鍵。あ、鍵かかってるとこあったな、そういえば。ここだ。どうなってんのかな。まあ、ピンクの鍵って言ったらここしかないだろうね。見事に、真っピンクだし。当然開いたよね。一体この中には何があるんだろう。ほう。ここ私の部屋だわ。ん？君の部屋なのにここを随分といい部屋に住んでたんだね。違う違う。昔ダンと土の上で描いた理想のお部屋よ。絵本に出てくる綺麗で可愛い家具がたくさんあってね。プレゼントもたくさん置いてあるの。お、素敵なお家。
うん、素敵なお部屋ね。気に入ったのなら、体のパーツが全て集まるまでここで待っているかい？いえ、いいわ。だって、ここにはザンがいないんだもの。せずない、シューベルトのノバラか。その曲知ってるのね。私、その曲好きなの。太古にオリジナルの地球から持ち込まれた音楽らしいね。そう、オリジナルの地球。やっぱり違う惑星なんだ。このオルゴールはね、昔ザン君がゴミ捨て場で見つけてきてくれて、それ以来私の宝物なのよ。ふーん。たくさんのプレゼントボックス。それはね、ザン君からの私へのプレゼントなのよ。で、そっちのが私からのザン君へのプレゼントなのよ。うん。っていう設定。歌うまんまるピエロ、迷子のまんまるピエロ、空飛ぶまんまるピエロか。まんまるピエロ可愛いでしょ？その絵本ゴミ捨て場で拾ってきたものなの。外にいる丸いピエロたちはすべて彼らが実際に見た絵本の中の登場人物だったのか。うん。まんまるピエロ。これとか素敵でしょ。あなたは、そうね、こっちの猫さんの着ぐるみはどうかしら。お断りします。そういうのは熊の僕に試してみるといいよ。あの熊の子ね、あの子には逆に犬の着ぐるみとかいいんじゃないかしら。うん、とても似合うと思う。猫っぽいよね。コロくん、ね。これだけ？ベッドのとこかな。絵本の中に出てきた天蓋付きベッド。お姫様のベッドよ。なかなか寝心地が良さそうだね。でしょ。一人に寝るには随分と大きいベッドだね。ええ、私とザン君が一緒に寝ても大丈夫な大きさよ。女子の憧れ、天蓋付きベッド。実際に見た、ああ、いる！どうしようどうしよう。手配くんがどこにもいないのもん。手配くんね、手配くん。このままだと舞台に間に合わなくなっちゃうもん。畜生、手配くんのやつ、また迷子になってやがるんだ。このボックスを開けられたら、あいつを呼ぶことができるのに、俺はバカだからボックスを開ける鍵の番号を忘れてしまったのだ。ああ、誰かこのボックスを開けてくれたらな。何やってるの？やった、いかにも頭がいいですよって感じの白衣を着たやつが現れたもん。このボックス開けてもん。このボックス開けてもん。どんな内容？どれどれ？ああ、またダイヤル上が今度は3桁のやつだ。箱にね、書かれているね。ハートの2、2。エースの3。もう黒は ABC。手がかりを探す。このハートやらスペードやら、今まで見たテントのどこかで見かけた気がするな。これらのマークの横の数字に意味が分かればきっと鍵を開けられる。ほう。あった、そんなもん。あった、そんなもん。え？ある！あるけど、待って。あるけど、え、どういうこと？あるけど、もう一回手がかり。これはハートの2の数字は特に書いてなかったよね。ハートの2、クローバーの ABC だよ。そして ABC、これだけじゃ解けないのかも。 ABC なんかねえし、こいつは関係なさそうだしな。こっちがここにはないよね。でも書かれてるのはそこしかないんだよ。他にテントないもんね。あっちの世界に行ってみよう。話しかけてみよう。その前にこの子だよね、多分ね。召喚するのはね。書かれてるかな。ここ書かれてない。ここももちろん書かれてる。風船かな。あれ、入れなくなってる。ということは、ちょっと起きてと。こっちもないね。あのヒントだけで、このヒントだけでわかるってこと？わかるかな？ハートが2。下の ABC って何よ？クローバーの9。クローバーは9に当たるってこと？ 1、2、3、4、5、6、7。待って。1、2、3、4、5。あ、待って。ここ1だとしたら、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、確かに9。9で、
でも B って何B って何、この人たちが ABC ってこと。あれハートハート出てくる。でも関係ないかな。でもハートは確かに2だし、あ2の2、ハート2の2だね。うん、2の2だ。クロワは9の9の、なんでここが B なんだろう。上からすると1234、あ4、あなるほど、ここから 4個目って意味だ。でダイヤはこれ左からすると1234567だ。7773の位置にあるから、あなるほど、 A は7で、ここは4ですね、多分7 4 1 2 3 4 5 7 4 5 7 4 5じゃないかな。そんな単純7 4 5、まさか、あ来ました、単純でした。ありがとうございます。俺の頭でも来ました。クマ開いたみたいだ。あーびっくりしたまー、何これ。あーボックス開けてくれたもん、感謝感謝なんだもん。これで手配くんを呼び起こせることができるぞ、ありがとうございます。これでどういうこと。おてての生えた手配ビエロ様、おてての生えた手配ビエロ様、お連れのまんまるピエロ様がお呼びです。カタバちゃんのお部屋の前の廊下までお越しくださいませ。繰り返します。繰り返さなくていい、こんなので本当にできるの。あいさってそこまでバカじゃないもん、ちゃんと場所も行ったし一人で来れるもん。楽しそうに一体何をしてるのかしら。あカタバちゃんだもん、みんなやっと見つけただもん。おやっと来たな手配野郎。どうやって来たんだろう。途中で道に迷っちゃったけど、カタバちゃんがここまでお手手をつないで連れてきてくれたんだもん。あ、私の手、どうやってす、え、ちょっと、ほんとだ。あ、ほんとだ、手、ある、あれあれ、どうしてカタバちゃんがそっちにもいるの。右腕を手に入れた。あと残る左腕だけだね。ここまで私のかけら見つけてくれてありがとうね。ただ残りの左腕だけは私がここにいたらダメみたい。だから寂しくなるけど、これ、ここで一度お別れなのよ。一体、それはどういうこと。またステージで会いましょうね。消えちゃった。ステージでお会いしましょうねっていうのがキーポイントなんじゃないか。これはどうなんだろう、謎だった。はい、といったところで今日はこの辺で終わりたいと思います。なんか大きいテントに入ればいる説、わかんないけどね。はい、それではまた次回お会いしましょう。したっけ。